ちゃんハートありがとう。どうもアホゲです、アホゲと申します。おはよう。みんな早起きだ、月曜日から。えら、えらいなあ。もうみんな仕事に行ってしまうのですか？でも私は今日早起きしたのはお仕事ですので、一緒に頑張りましょう。はいと。お腹が鳴りそう、グーグー。グーグー鳴ってますお腹が鳴っています。今日は朝ごはんをお仕事の集合してから用意してくださってるそうなので、ヨーグルトだけ食べたんですよ。そしたら逆にお腹が空きましたヨーグルト食べちゃったら胃がもっとくれって言ってます。パンチアウトさん、ハットありがとう。おはようございます。アホ毛がすごいです。クロさんお疲れ。カニフミヨさん、ハットありがとう。ありがとう。アホ毛の自己紹介は先ほどしたので、アホ毛は出てますよ。めっちゃお腹鳴ってます。現場での朝ごはんというか、普通に多分何かおにぎりか何かを用意してくださってるっぽい、お弁当か何かがあるっぽいので、それを待ちます。今日も一日頑張りましょう。頑張ろう。今日一日あるから頑張ります。メールも空き時間に送ります。待っていてください。昨日も夜食べてないからもう腹ペコです。うわー、おはよう。みんな早起き頑張ってて偉すぎ。お疲れ様です。わーわー、ふわ、おはよう。やっほー、みんな元気ですか？健康観察。やすべーさん、お疲れありがとう。やっぱ私昨日のソラハさんみたいな喋りスピードになってる。パチャーンみたいな喋り方になってる。眠すぎて。やすべーさん、ペンライトありがとう。いっちゃん、ハートギフトありがとう。はいよ。
アホ毛。おはです。皆さんはお元気でしょうか。おはよう。3時間睡眠で仕事場に移動中。えら、頑張って。でも明日私もそんぐらいになるかもしれない。今日夜もしかしたらそうかも。睡眠短めかも。今日は23時半には布団にいたんですよ。で12時過ぎ寝てたから5時間は寝れました。いつもより多く寝れました。朝食食べ終わった。何食べたの。何を食べたのでしょうか。私はヨーグルトです。ヨーグルトを食べましたが、この後仕事のとこで朝ごはんを食べます。ふわふわ。土日が楽しすぎた。私も土日何してたかね。昨日は仕事終わってソラハさんとウォーキングに行って、おとといは私自主練してたっけ。自主練の日だ。で泊まりに行ったので、確かに土日は充実しておりましたな。今週結構 TDC まで結構ずっとバタバタって感じなので、空き時間というかにメール送ったり配信になると思います。まだなんか何時か、朝早いとかも何も分かんないけど、リハとかTDC に向けてなので楽しみです。とっても。おはよう。見てアホ毛すごい元気。アホ元気。くにふみおさん、バラありがとう。おはようございます。クロさん、アイスありがとう。なんで早起きしたの。仕事です。福フェスに長崎の子がいた。どこの辺の人なんだろう。気になります。眠そうです。眠いしお腹が減りました。でも集合してメイクさえすればご飯があると信じていますので。何時に寝たの。12時です。ふくちゃん、餅2個ありがとう。いっちゃん、バラありがとう。12時。でも23時半には布団に入れたから、夜配信を2時間した割には優秀です。
っちゃんゲームギフトありがとう。おはよう。珍しく早い。そうでもないよ。報告してないだけで結構そんぐらいですね。おはようございます。あ、パーちゃんのアバターかわいい。新しいアバターかわいい。衣装かわいい。頑張ろう。今週も忙しいですか？頑張ろうね。今週はゆっくりできますか？頑張ろう。ソラさんの配信出没しない。朝早いから行かないです。今日は同じお仕事じゃないので、お仕事ある日は止まらん。そうだよ、1週間というか、もう今週は TDC がありますので楽しみです。とっても多分頭がこう詰め込み状態で1週間今週は過ごすと思いますが、楽しみです。おはよう。ああ、手持ちだった。腕が疲れてきちゃった。やっほー。アホゲーだけ元気。音聞こえない？嘘。私がボソボソ喋ってるから音量を上げたらいいのかも。ご飯を食べてないからもう声量が出ません。おはようございます。福ちゃん回復薬ありがとう。井出さんレインボースターありがとう。聞こえてる？さとこさんレインボースターありがとう。おはよう。かいちゃんハートありがとう。みんな朝から見てくれてありがとうございます。はるさんレインボースターありがとう。くろさん回復薬ありがとう。おはよう。あくびしたらあくびしたら白い息が出ました相当寒いってこと？今日でもそんな日中は寒くないかな。どうなんだろうか。千十二日を丸い丸いの逆か。1010。寒いよね今日。だって布団だもん今。うん、寒い。ちょっと寒い寒い。布団にこもらないと。うう、おはようございます。
丸いの逆だね。1010日、超寒いね。びっくりしちゃう。なんでこんな寒いのかとびっくりしてしまいますね。夜に寒くなる。今はいや、わかんない、私ん家が寒いだけかもしれない。なんか昨日なんかね、私普段暖房つけないんですけど、あのソルハさん来る日は暖房つけるから、昨日夜暖房つけてたから、あの私のそういう何温度のあれが狂ってんのかもしれない。おかしくなっちゃったかもしれないよ。先週よりたくさん触れ合う動物園だね。どういうことだ。触れ合い動物園しようね。バラちゃん、回復アカありがとう。サンキュー。おはよう、みんな。やばい、袖がまくれてきた。寒いっていうのに。トビーさん、ありがとう。これから雪かきです。わあ、頑張って。寒そう。したことない雪かき、そんな積もらないんですよ地元。寒そう。ファイト。半袖の T シャツ1枚で暖房使ってないです。やばあ、あったかそう。そうなの。私は今は半袖の上に薄手のトレーナー、超薄手のトレーナーというよりロンティーぐらいの薄さのものを着ているだけなので寒い。これだわ絶対。ヒートテックがないから寒いんだ。ほら、喋ると前髪らへんでもわもわ白い息が上がってくるもん。寒くて。おはよう。私の服の問題ですね、これ寒いの。成人式組のアバターがあるの。それは知らなかった。はあはあはあ。でも今日はね、もうあの集合場所行ったらすぐ着替えるから、あの衣装とかに着替えるから、だから別に薄着でいいかと思って薄着にしたら今超寒いです。おはよう。早起き偉いよ。偉すぎだよ。わ、今週は1月も下旬に入りますね。今日から2つに分ければ下旬、3つに分けるなら中旬の中間ぐらいだから折り返しですかね。今週はね、スタバの新作が発売されます。楽しみ。あとマックのナゲットも楽しみです。楽しみすぎ。ワクワク。パあくびがパの人だった今ね。18日楽しみよね。スタバもマックも18日。そう、黒胡椒ナゲットが出る。1年ぶりに食べれるぞ、嬉しい。去年はすぐ販売終わっちゃったから、今年はたくさん食べたい気持ち。ぷわあ、まただ。おはようございます。おはよう。
可愛い成人式アバター。めっちゃ可愛いじゃないですか。私も欲しい。じゃあ私が千日配信をもし東京のスタジオでできたらそれにしようかな。アバター晴れ着でお願いします。可愛すぎ。めっちゃピンク。いいなぁ。私も欲しい。やばい。指が、手持ちだと指が疲れてしまった。寒い。凍えるよ。クロさん、タコありがとう。タコ。やばい、配信終わったら二度寝しちゃいそう。絶対にダメだよ、そんな時間はないんだから。配信終わったらすぐもう歯を磨いて顔を洗うんだ。ガチ寝起きすぎて今。マスクしたら、マスクしたら肌が荒れちゃうからしなかった。そう、二度寝防止の配信です。15分までしますよ。やすべさん、餅10個ありがとう。ありがとう。お餅。アバターをありがとうね。お先セリカにしてくれて。イエーイ。コーヒー飲めないので飲まない。お家にない の飲まないです。水を飲みます。常温の水。なんか常温なのにもう寒すぎてキンキンに冷えてた。さっき飲んだ。絶対今日も一日あっという間だ。そう、オンラインお話し会の B 日程は明後日から始まりますので、把握のほどよろしくお願いいたします。明日から17から B 日程が始まります。この前 A 日程締め切ったと思ったらもう1週間経っちゃった。早っ。どうかな、ちゃんとみんなお支払いとか終わってたかな。完売じゃないや、あれ会社は食うとかわーとか言ってさ、 B 日程始まったら全然違ったらどうしよう。大丈夫かな。アバター、ありがとうアバターやってくれて。ラジオ体操。じゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃ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 んじゃ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 じゃんじ
ございます。おすすめ日はそうですね、絵にて、あ、どう思いますか皆さん、おすすめ日増やす、どうしましょう。会社がちゃんと相手では増やす、どうしよう。おはよう。むずい、もうそういうの考える時間が一番難しい。おはよう。
しましょう。とりあえず B 日程始まるのを待ってから決めるのもありですか？ありかい？確かに最終日間もなく。そうだね、最終日と2月はもう空いてますもんね。4月5月行くか。4月はでも4月も1日は出てたよね。いや分かんない、出てたか出てたけど本当に出るかは分からない。とりあえず待ちます、発表。トニーさん花束10個ありがとう。分からない、正式な監視枠の解放を待ってから決める。どうしよう、むずい。でもどの日もおすすめです、正直もうおすすめは全部です。この日だからこうとかじゃなくても全部おすすめだけど、 C って言うならですよね。むずっ。また一緒考えてください。私はもう多分今週やばい、絶対 TDC でパンパンワーワーってなってて、やばい、お話し会のおすすめ日も決めなきゃワーワーってなっちゃうから、ショールームで一緒決めましょう。もう頭がパンクしちゃう。決めよう。ほわほわほわきっとそうなってると思います。計画的にしなきゃね。多分他のメンバーとかはほぼどの枠も空いてる子たちばっかりだから、他の PR 面とか、へーすごいよみんな。いっちゃんレインボースターありがとう。サヤンとかも他の先輩、千穂さんとかがすごいどの日も空いてた。そう、多分 TDC で覚えたことは沖縄ではもう立ち位置とかの番号も元の番号に戻したりとかだけあーってなりそう。 TDC 終わった後もあれ元の番号なんだったかなって。クロさんダブレターありがとう。まあでもこの数ヶ月間いろんな場所でやってきたから染みついてるかな、番号変わってもどうでしょう。そう、大きいからさ番号も広がってたりするんですよ、ちょこちょこ。あと会場によってはこっち側からしかこっち側しか出入りできませんみたいな、上手しかステージ出入りできない、下手しかできないみたいなのあったけど、 TDC はねそうじゃないじゃないですか、いろんな入り口があるからね。そうそう、横が広いじゃん。だからさ袖から出てくる曲とかあったりするんですけど、 PR 舞台って袖がさステージの真ん中まで遠すぎて間に合うのかなって思ってる到着するんかなと思って、普段通りのとこで出てきて、オーバーチャーとかでさ1曲目とかもさ STU48 バーンってやった時まだみんな歩いてたらどうしよう着くかしら。おはようございます。
そうですね、4月2日以降におすすめ日をまた作ろう。また皆さんの知恵をお借りしたいと思います。よろしく、いつもありがとうございます。TDC の映像を見られるとこ、映像倉庫で見れる千葉さんの、わやばい、もう手の握力がなくなっちゃった、もう持ちすぎて手持ちで、ああ手持ちで握力消えていた、ハラハラやばいやば、ひっくり返ってったスマホが。そろそろ終わる時間ですね。びっくりした、私もびっくりした、顔が映ったもん今日マスクしてないのに。おはよう、残り少ないアイドル人生楽しんで、めちゃめちゃ失礼じゃないですか、残り少ないとか。おはようございます。気持ちで書いたんですか。おはよう、初訪問の方もおはようございます。私卒業発表とかしてないよ。1回目の方も、うわあありがとう、2度目の方もありがとう。え、なんかめっちゃ初訪問と2度目ましての方いっぱい来てる、ありがとう。毎回公演いつごろありますか。分からん、私も公演の予定はファンの皆さんと同じタイミングで知ります。おはようございます。そろそろ終わるよ。わあわあ、みんな起きてきた。みんな6時に起きたのかな。だんだん目が覚めてきました。ありがとうございます。こちらも冴えてきました。ありがとうございます。おかげで二度寝せずに済みました。無事に集合場所に行けそうです。おはよう、やっほー。歌唱力予選いつごろ出演しますか。わからない、教えられてないので、どちらかに出演いたします。ふくちゃんファイト5個ありがとう。6時に起きました。うわ正解してしまった。おはよう。お弁当を作ってた、偉すぎる。今日は何のお弁当ですか。おはよう。会社行きます。気をつけて、頑張って。ファイト。ファイト、ファイト。私も頑張るから頑張ろう。この位置だとめっちゃ若く見える。どんなつもりでみんなそんなコメントをしているの、さっきから。さっきからさ、みんなさ、もう配信終わる時間だって言うのに。そうですね、若くはないので。
はよう。昼か夜中まで仕事頑張って。そう、早起きの。そうです、今日も明日も、明日がめっちゃ早い気がしてます。おはよう皆さん。眉毛はまだ描いていません。頑張ろうみんな。日曜日は長崎へ行ってきます。いいなあ、私も行きたい。家族に会いたいです。おはようございます。朝だから朝だから。そうなの、朝だから私の心のバリアが弱いよ。だからダメージを受けるよ。さすがに2連チャンで来たら、そんな同じようなものが困ってしまうよ。じゃあそろそろ準備に入るので配信終わろうと思います。配信を終わっておはようメール送るね。9時にしかつかんけど今送っても。じゃあ壇上見たいと思います。13位、森山のりさん。12位、さだおさん。11位、シロップさん。10位、ひりやすみさん。9位、さゆっちょさん。8位、ハッチさん。おお、8位にふさわしすぎる名前だった。7位、パンダさん。6位、ふくちゃん。5位、マンダラさん。4位、しんちゃんさん。3位、いでさん。2位、やすべえさん。1位、トニさん。ありがとうございます。気にせずに。無理です無理だよ、日頃から気にしてるから無理だよ。うわー、ありがとうみんな。みんなも頑張ろう、一緒に一日。では皆さん、また会いましょう。メールで会いましょう。バイバイ。ファイト。